それで我が友ユージを集権士に置かれては安息日の幽谷に一体どのような御用かな。ているのかさっぱり思い当たる。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解。Stay cool. Huh?わかった。強くなります。ユージを上級集権士殿でしょうか。私はフレニーカ・シェスキ初等連士です。ご面会の約束もなしにお尋ねして申し訳ありません。どうしたの。
あの、ユージオ集権士殿にはこの度私とジーゼック殿のことでご尽力を賜りまして心より感謝しております。ですがジーゼック殿は本日の夜間に私に、この場では少々説明の難しいご奉仕を命じておられまして、私このようなご命令が続くくらいなら学院を辞めようと思ってディーゼとロニエに打ち明けたのです。それを聞いた二人は直接ジーゼック殿に嘆願すると言って寮を出て行ったのですが、戻ってこなくて。だって私が相手をします。これはやむを得ない処置なのだよ。できるということなのだよ。やめろ。動くな平民。Yeah!
伏する敵を先に倒しましょう。すごいです。回復しとけ。皆さん回復します。とどめです。決めてやる。なかなかやりますね。よし、次もこの調子でいこう。